はい、軽車百式ゴールデンレロリロバ専用のですね、二宮翔平でございます。はい、去年ですね、なんかいろんな方々がですね、チャンネル登録してくださってですね、今となってはかなりの数になってますけども、こちらはですね、基本的に僕の愛犬2頭がですね、活躍というかですね、が僕とですね、まあ毎日やってることを切り取ってですね、お送りするのと、あと獣医さん監修ですので、そしてですね、専門的な話とかもしながらですね、皆さんのワンコライフにお役に立つことをですね、やっていこうと思っております。今年はですね、今年はの犬好きです。あ、犬年です。はい、なんで、僕はね、その犬といえば、まあ、皆さんそうだと思うんですけど、皆さんにとっての自分の愛犬、僕にとっても自分の愛犬がまさしくザ犬です。はい、だから僕は今年はですね、何かこう僕たちにとっていいことがある、おいでいいことがあるんじゃないかなというふうに、もくもくん、ほらおいでね、思っているよね。ね、はい。で、ちなみにこの人ね、本当好き嫌い多いやつなんですよ。で、今年はその鹿肉とご縁があったジビエ本宮さんのところもそうなんですけども、そうした感じですね、何かまたお役に立てることがあれば皆さんと共有、ちょっとやめて、せっかく喋ってるからね、ね、はい、はい、こっち来て、ね、僕が喋ってるとね、テンション上がっちゃうね。はい、そういうのも含めてですね、やっていこうと思っておりますので、ただね、なかなかその犬のチャンネルやっていく上で難しいのが、ワンコっていうのはね、お座り、しっかり立ってるな、いいよ。じゃあ、ワンコっていうのはですね、狙った時に狙ったことをやってくれるわけじゃないんですよ。だ、普段いてですね、あ、このシーン撮れたらなっていうのはたくさんあるんですけども、なかなかカメラ回すとですね、こいつらも意識しちゃうのかですね、その時はやらないっていうことが非常に多くてですね、ボツった映像がたくさんあります。で、まあそれも含めてなんですけども、なんかですね、更新がないのもつまんないので、つまんない映像も出しちゃうかと思うんですけども、皆さんそちらもですね、もしよかったら聞き流してくれる程度に見ていただければ幸い、うっとりですね、でございます。はい、ちなみにキッカさんは僕が話してるだけでうっとりして寝ちゃうぐらいなんですよ。キッカね、キッカ話してるだけで、話してるだけで、ね、うっとりしちゃうの、そうなのね、うっとりちゃん、ね、僕もくん相手にしてくれないからカメラマンの方に行っちゃったね。キカチューン、チュー、キカチュー、チュー、キカチュー、チュー、イクちゃん。ひくちゃんですね。っていうことは普段からしてるんですですよね。最近キッカは輪っかの練習をしてます。キッカ、輪っか、あ、入ってきた、ポクモくんが入ってきた、はい、はい、よし、あ、2人とも入ったの、輪っか、えらいね。キッカ、輪っか、はい、入った、あ、えらいね、えらいね、ポクモくん入ったの、2頭で入ったよ、はい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 、わかっしゃっ、あ、腹の方が良かった、え、キカわかっしゃっ、入った、はい、あ、ちなみにこのわかっていうのは何かっていうとですね、盲導犬の訓練協会、訓練設備に時々行くんですけども、そこで目の見えない人がね、首輪をつけるときにどうしたらいいか、じゃあ僕目つむります、目閉じて、盲導犬を呼んで、首輪をつけたいときに、わっか、わっか、ハロわっか、ハロわっか、あ、来た、で、こうやってつけることができるんですね。で、そういうのを見て非常にこういいなと思ってですね、僕も2頭で練習してます。ハロはずっとやってるのですぐできます。キッカーはね、やっぱおもちゃと勘違いしちゃうんですね、まだ。ハロわっか、ハロわっか、ハロ、あ、いた、あれ、これかな、どっちがハロ、あ、こっちハロ、はい、はい、はい、ハロ、いた、はい、できた、はい、これハロの首輪じゃないからダメだけど、はい、
まあ、それはちょっと余談でした、はい。まあ、こんな感じで、まあ、あのモド犬訓練センターも、まあ、見学行ったりとかしたんですけども、まあ、見学だけです。なのでそこで得てきた話も含めてですね、また何かできてきたらなと思っております。はい、というわけで、2018年何本動画更新できるか分かんないですけども、気長に見守りいただければ幸いでございます。はい、というわけで、どうぞよろしくお願いします。犬舎百式の二宮翔平でした。ありがとうございます。